キリアニ・フィッシャー合成は担当を合成する前の手法である。名称はドイツの科学者ハインリッヒ・キリアニとヘルマン・エミール・フィッシャーにちなむ。本反応はシアノ・ヒドリンの合成と加水分解を経て進行する。従ってアルドースの炭素者が一炭素を新調し、もともと存在したすべてのキラル炭素上の立体化学は保存される。 新たなキラル炭素は両方の立体化学を持つため、キリアニ、フィッシャー合成の生成物は2つのジアステレオメリックな等の混合物である。例えば、D アラビノースは D グルコースと D マンノースの混合物へと変換される。1885年に H キリアニによって初めて報告され、1889年に E フィッシャーによって拡張された。キリアニ、 フィッシャー合成の原版はシアノヒドリン及びアルドン酸、ラクトン中間体を経て進行する。第1段階は出発物質の糖と水溶性シアン化物が反応する。シアン化物イオンは糖のカルボニル元へと嗅覚付加し、この付加によって得られたシアノヒドリンは水中で加熱され、シアノ元がカルボン酸へと加水分解され、生じたカルボン酸は 自身のヒドロキシモトと素早く縮合し、より安定なラクトンを形成する。ラクトンは分離され、望むラクトンはナトリウムアマルガムを使って還元される。数に示すように、D アラビノースは D クルコノニトリル及び D マンノノニトリルの混合物へと変換され、次に、これらは D クルコノラクトン及び D マンのラクトンへと変換され、分離され D グルコース、または D マンノースへと還元される。この手法による価格収率は約30%である。D アラビノースから D グルコース、またはその C マイナスにエピマーである D マンノースの切りアに、フィッシャー合成の段階近年、より大きな等でいくらか高い収率を得るための改良された還元法が開発された。シアノヒドリンをラクトンへ変換する代わりに、 シアノヒドリンは触媒として、パラジウム温硫酸バリウム及び溶媒として、水を用いて水素によって還元され、移民が形成される。水の存在によって、移民は素早く加水分解され、アルデヒドが形成する。したがって、最終化合物の糖は3段階ではなくわずか2段階で生成する。異性体の分離は、ラクトン中間体ではなく糖性生成物の段階で行われる。 アルデヒド元がヒドロキシ元へとさらに還元されアルジトールとならないように特別な触媒が必要である。水素化が一段階に制限されたこれらの触媒はヒドク化触媒と呼ばれるリンドラー触媒がその一例である。数はこの改良法によるエルトレオースの L、リキソース及びエルキシロースへの変換を示している。グリセルアルデヒドの 両エナンチオマーは市販されているため、キリアにフィッシャー合成を適切な回数繰り返し適用することによっていかなる鎖長のアルドースのいかなる立体異性体をも得ることが可能である。トリオースである D グリセルアルデヒドからは、テトロースの D エリトロースおよび D トレオースが得られる。これらからは、ペントースの D リボースよび D アラビノース、並びに D キシュロースよび D 力ソースがそれぞれ得られる。次の繰り返しで、ヘキソースの D アロース及び D アルトロース、D グルコース及び D マンロース、D グロース及び D イドース、並びに D ガラクトース及び D タロースが得られる。D ヘプトースとそれ以上はこれをさらに繰り返すことで得ることができ、エナンチョーメリックな L 系列は、L グリセルアルデヒドを出発原料とすることで得ることができる。 実際面では、キリアニ、フィッシャー合成は、天然源から得ることが困難、または、不可能な糖を生産するために大抵用いられる。この合成法によって、すべての望むアルドースのすべての可能な、立体異性体を得ることがは可能であるものの、この工程は低収率と、毒性試薬の使用によって制限される。加えて、調査のアルドースを得るために、キリアニ、 フィッシャー合成を繰り返し行うとすると総収率は指数関数的に減少する。この工程ではアルドースのみが得られるものの興味を持っている等がケトースの場合もあるだろう。一部のケトースはエンジンウォール中間体を経た異性化によって類る維持、ルドースから得ることができる。例えばアルカリ水溶液中でグルコース、フルクトースおよびマンノースはゆっくりと 相互変換する。一部の稀な糖はアルドール反応によって得ることもできる。ありがとうございます。